花鳥画とは日本の絵画における画題の一つ。花や鳥を主体に描いたもの。花鳥画は花の採択先に鳥を描いたものである。ただし松に高や鶴を描いたもの、また花に虫、猫に、ボタンといった取り合わせも花鳥画に含まれる。これは山水画と同じく中国大陸においては唐の時代から存在した画題であるが、日本における花鳥画は 単なる中国絵画の模倣ではなく、山和絵の手法も取り入れた障壁画として描かれている。中世以前の日本では、課長画はまだ独立した画題として扱われていなかった。鎌倉時代になると家屋に障壁画として、唐絵の画風で制作された墨絵の山水画が用いられるようになり、その中で唐絵の課長画も描かれていたと見られる。 やがて、室町時代の末頃から、唐絵に、大和絵の画風を交えた絵が、花鳥画も含めて描かれるようになり、この様式は、後の時代の仮の葉をはじめとする諸派に伝わった。しかし、江戸時代中期に、新国より、画人、陳南品が日本を訪れその画法が伝わると、南品画風の花鳥画が多く描かれるようになった。一方、浮世絵においても、花鳥画が取り上げられたが、 それらの多くは、徘徊や、教科などといった、当時の文芸と結びついている。後白河法王像、妙法院像。画面の痛みが激しいが、よく見ると、像の後ろにある障子には、花鳥画が描かれているのがわかる。日本では、花鳥という言葉自体は、古くから知られており、万葉集巻。第十五には、中富のやかもりの読んだ和歌に、 家長に寄せ思いを述べて作るという宙があり、また、古今和歌集のマナジョにも和歌について、公職の家、これを持ちて、家長の使い人なしという記述がある。この、家長の死人は、当の幻想皇帝と、八木ヒの故事から、恋の中立ちをするものという意味である。家長がという言葉の有無に関わらず、花や鳥を表したものという例であれば、 奈良正倉院所蔵の工芸品や平安時代の仏が唐にまで遡る。しかし、中世以前の日本では、家長が独立した画題として、まだ扱われていなかった。現在京都妙法院に所蔵される、後白川法王像は、鎌倉時代の作とされているが、像の後ろには、引き違い形式と見られる、家長画を描いた障子があり、よく見ると、 画像左側の障子には岩に沿うように生えている花に小鳥が止まって花をついばみ、右側の障子にも花をついばむ小鳥が描かれている。この後白川法王像に描かれた花鳥画は宋時代の画風とも、また当時代の画風であるとも言われている。鎌倉期以降の絵巻物などを見ると屋内に墨絵の山水画が描かれた障子があり、これによって 当時、すでに墨絵の山水画が、障壁画の画題として成立し制作されていたと指摘されている。それらは、当時の層や、元時代の画風に習うもので、山和絵に対する、唐絵という範疇で扱われ制作されていた。花鳥画についても、後白川法王像の例で見るように、これも鎌倉期に、すでに障子に描かれた、唐絵の花鳥画があったと見られる。 室町幕府の同胞州の一人であった能阿弥は、墨絵の花鳥画屏風を残しており、それは、応仁三年3月に、浄土新宗の僧侶に送った四曲一層の屏風である。花鳥画の障壁画として現存する作例としては、最古のものであるが、その画風は、中国の画人巻谷のものに習った、唐絵である。室町時代は、動物と称される、 中国大陸よりもたらされた絵画が陳徴された。しかし一方では、従来からの和の文化もないがしろにされていたわけではなく、土佐派の絵師たちなどが、源氏絵や名所絵などの山と絵を制作している。足利義政の邸宅であった東山殿には、会所と呼ばれる客殿に、佐賀や大海などの名所への障壁画を描かせ、そこに唐絵を飾ったという。この時期には、 大和への金碧小壁画として、花鳥画が描かれており、それらの中には、松に、鶴、または、松竹に、鶴という画題の屏風があったという記録がある。画面に金箔を貼り付けて背景とする金碧小壁画は、本来大和へから起こった技法であった。この、松に、鶴という取り合わせは、後の日本絵画に受け継がれている。 雪舟も、花鳥画を多く描いていたことが記録の上で知られるが、現在雪舟室と伝わるいくつかの屏風にも、松と鶴がある。絵の中に、単調、鶴、松の木、岩を大きく描き、大小の鳥や四季の花々を配するなど、その構図や画風は、牧谷に習った、花鳥画とは相違したものである。室町時代も末になると、唐絵に、 山和絵の画風を交えて描くことが行われるようになった。その中には、花鳥画もあり、それは、金碧小壁画として、また、春夏秋冬の花々と鳥たちを一つの画面に、右から左へと並べた、四季花鳥図の屏風や襖絵が描かれるようになった。仮の葉の祖、花野正信のせがれ、花の元信は、こうした和漢融合の画風で、 花鳥画を制作していた絵師の一人であり、元信以降の狩野派や都佐葉、また、江戸時代の林派の絵師たちなどもこの流れを受けた、花鳥画を描いている。狩野派は、江戸幕府の御用絵師となり、世襲によってその画技を伝えた。また多くの門弟も抱え、それら門弟たちの多くも大名家を抱えの絵師となっている。その画技の伝授と習得、そして制作には、粉本を使った。 つまりは、写生をせずに師匠であるかの家で用意した絵の手本を模写し、その図用を利用することによって出会った。この、奮本を使って絵を制作したことは仮の葉における悪臭として非難されることが多い。しかし仮の葉は一切写生をしなかったわけではない。徳川将軍並びに、各大名家は武家の行事の一つとして高刈りを行った。 高狩りの獲物はカモや鶴などの鳥類であったが、やがて狩りの獲物としてだけではなく、鳥類全体が干渉や愛玩の対象とすることが広まり、鳥屋という鳥を専門に扱う業者も現れるなど、江戸時代は一種の鳥ブームとも言うべきものがあった。この高狩りの様子や鳥の姿を絵に残して、記録するのも狩りの葉の絵師たちの役目であった。それらは、 実際の蝶類の姿を写生して描かれたが、このカノケで制作した蝶類の写生図鑑を、さらに弟子たちが模写し、奮本の一つとした。そしてこの写生と模写で培われた蝶類の描写は、本画、すなわち光に用いられる絵に生かされたのである。家長図、森蘭斎筆、神戸市立博物館像、第8代、徳川将軍の徳川吉宗は、絵画を好む人物でもあった。 吉宗は、お抱えの仮の葉の絵師から絵を習っていたが、それに、飽きたらず、中国絵画を長崎経由で求めた。しかしその望みは叶わず、結局その代わりとして、日本に来たのが、家人の陳南品であった。享法16年12月のことである。南品は、享法18年の9月まで長崎に滞在したが、その間南品は、通時の尾根猫を一人だけを、 日本人の弟子として認め、これに絵を教えた。南品は、それまでの仮の葉の課長画について批判的だったようで、ある。熊、明田の弟子、森蘭斎の伝えるところによれば、蚊の元信の課長画を見て、少年の字が、クショならん、つまり子供が描いたような絵だと評しており、蚊の単優についても、老筆在によりありて終身足らず、器用に描いているように見えるが下手な絵描きだと述べている。 南品の画風は、秋夜の、高化天洋体という画法に基づき写実を追求した、ものであった。熊明は、その後多くの弟子を持ち、南品の画風を伝えた。それまでの仮の葉などとは違ったその画風は、人々の間でもてはやされ、谷文長や渡辺火山、芝公館などが南品の画風を学び、また林波でありながら、谷文長と信仰のあった、坂井法一も、 南品画風の影響を受けたという。南品画風の花鳥画は盛んに描かれ、明治に至った。縁王に、水青い画面の上に、おしどりの別れも見たり朝嵐の句を添える。歌川広重画。姿勢や、有利の風俗などを多く描いた浮世絵にも、早くから花鳥の版画があった。初期の頃には仮の葉が描いてきた松の木に止まる鷹や、和歌の主意を絵にしたものなどが制作されているが、 他に、西村重長による、上見ぬ足などといった成功絵に表したものもあり、鳥行吉梅や磯田古流斎、鈴木春信などが手掛けている。やがて浮世絵における、花鳥画は、当時の徘徊や教科といった文芸と結びつき、廃書や教科集の挿絵に、花鳥画が入れられるようになった。絵入りの廃書の例として、谷疎外編、北大重正がの徘徊名地より、 教科集として北川歌丸画の絵本抽選や一万千丁がある。そうした徘徊との結びつきから鹿を記した課長画の最短のすり物が作られるようになる。最短すなわち正月の贈答品として徘徊紙の間で配られた版画であったが、この本来限定品であったすり物から鹿を添えた課長画の一枚絵が描かれるようになった。 この一枚絵の課長画を多く手掛けたのが、初代、歌川広重で、広重は、生涯0千点近い課長版画を手掛けたと言われる。明治になると、ほとんどの浮世絵師が、世俗の事象を画題にすることに追われたが、小林清近のみが、洋画の影響を受けた、課長画を残している。ありがとうございます。